優しさも思いやりもそれらは時として毒となって帰ってくる。探偵、嫌なワードだ。何者でもない自分は嫌だ。もうあの鳥かごのような場所には何もなかった頃には戻りたくない。お父さんもお母さんも元気になった私を見て喜んでくれて、あ、これが生きるってことなんだってそう思ったんです。あなたはあなたのやり方で自分の答えを見つけなさい。マームの意志は私が継ぐ。誓うよ、私は君に黙って勝手に死ぬような真似はしない。絶対に。だから君、私の助手になってよ。3年前あの飛行機の中でお前が俺を誘ったんだ。きっと私は自分が思ってた以上に君のことを気に入ってたんだ。俺は探偵にはなれない。あいつのために生き続ける。どうしても叶えたい願いができた。だから私の人生は今日またここから新たに始まるんだ。